はい、どうもタンタンです。今日はこちらですね、極上のユーズド品なんですけれども、ギブソンの 1959LG2 というモデル、2017年製のものですね。カスタムショップ製の非常に素晴らしい1本入ってまいりました。59年の、LG2 をかなりいろいろと再現をしている、そんなモデルになっておりまして、色合いとかももちろんそうですし、ストレートブリッジ、そして、この塗り込みではないですけれども、ラージピックガードとかね、この辺りもしっかりと再現されております。さらにネックの方が、ちょっと59年のギブソンって、大体ちょっと太めのねネックで、幅自体は43ミリぐらいというのが特徴なんですけれども、その辺も非常にうまく再現されていて、こう59っぽい雰囲気のこうネックの握りになっている、そんなモデルになっております。カスタムショップで非常に鳴りもいいですね。まだ3年ぐらいでそんなにこう弾かれてた感じがない楽器、非常に綺麗な状態の楽器なんですけれども、枯れた雰囲気っていうのもうまく出せてるんじゃないかなと思いますし、サイズっていうのはかなりこうブルージーな雰囲気っていうのがすごく似合う、もともと古い楽器なんかもそうですけれども、この辺なんかもやっぱり強めにアタックしてガシャっていう感じで弾くと、よりらしさが出る、そんな感じの一本になってるんじゃないかなと思います。こうどちらかというと、こう綺麗な感じの音っていうよりも、こうちょっとガサツなんだけど、こうパワフルだし、音がしっかりとこうパリッと出てくれる、そんな印象のモデルに、こうギブソンらしさっていうのかな、そういうのがすごくよく出ている一本になってるかなと。最近のリーシューの中ではね、このシリーズ非常に良いんじゃないかなと思います。はい、こんな感じですね。このストラップピンは後付けですね。はい、となっております。はい、塗装の雰囲気なんかもね、こう非常に薄い塗装で、雰囲気のある塗装になってるので、そのあたりも、新しいものなんだけど、ちょっとヴィンテージの雰囲気っていうのも楽しめる、そんな感じの一本に仕上がってるかなと思います。なんですよ、この、なんて言うんでしょうね、このモデルがこの状態でこの価格というのは大変お買い得なんじゃないかなと思いますので、ぜひお早めにお問い合わせいただければという感じでございます。ということで、こちらギブソンの 1959LG2 ですね、カスタムショップ製のコンパクトボディの1本になっております。ぜひお問い合わせの方お待ちしております。それではタンタンでした。